こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回またまたご投稿いただきました。ご投稿いただいたのはハンドルネームひだまりのポチさんからになります。ひだまりのポチさん、ご投稿ありがとうございます。それでは早速投稿内容を読んでみたいと思います。天心様、いつもとても楽しみにしています。この度お聞きしたいことがあり投稿いたしました。霊的に見た人の夢を壊す人の心理についてお聞きしたいと思います。天心様のブログやラジオでは夢や志を応援してくださり、背中を押してくださる内容が多く励まされております。一方で世の中を見れば夢の芽を摘んだりする方もいらっしゃると感じます。もちろん夢にもいろいろあり、表面的な物差しでは測れなくても、神仏の視点、守護霊の視点で見れば多少の良い悪いはあるのかもしれません。それでもスピリチュアルなブログなどでも夢を持つこと自体をさも悪かのような否定的に書かれているブログもあります。努力においては現実的に段階を踏むことも大切ですが、未来には夢があって良いと思っています。天心様、霊的に見た夢を壊す人の心理はどのようなものなのでしょうか。よろしくお願いいたします、ということでご投稿いただきました。ひだまりのポチさん、ご投稿ありがとうございました。はい、まあ夢を壊す人の心理ということですけども、まあまずですね、まあ夢っていうのもふわっとしたまあ言葉なのでね、まあ改めて定義したいんですけども、ここで言う夢はまあもちろん夜ね寝てる時に見る、あ、なんか昨日なんかさ夢の中でドラえもんが出てきたようなね、いやドラえもん出てくるわけないじゃんみたいなそういうなんかね不思議なことが起こるのが夜寝る夢ですけども、そういう夢ではなくて、まあ、ドリームですよね。要は、こんな風になったらいい。俺、将来、総理大臣になる。そして、日本の国を変えるんだとかね。例えばですけどね。まあ、今、適当なこと言ってますけども、あくまでそういう、いやいや、お前、まだ小学生なのに、で、しかも普通の家庭に育ってるのに、え？総理大臣なんか、なんで君総理大臣なのみたいな。ね。政治家の家系とかならともかくみたいなね、そういうのはまあ夢を摘む発言ですよね。別にいいわけじゃないですかね。まあその夢がずっと続いていくかどうかはまあ別にしてね、今の自分がどうであれ、今の自分がどんなにささやかで小さな存在であれ、それをぶち壊してね、現在の自分の枠組みをぶち壊して大きな自分に成長を遂げようね、そのためのビジョンっていうのがドリームであり夢なのね。だから夢っていうのはよく目標とかとなんかそのごっちゃにされることがあるんだけど、夢と目標は違うのね。目標っていうのはあくまでここまで行きましょう、とりあえずの到達点を決めることなわけです。とりあえずあそこに行こうと。もちろん夢と目標が一緒っていう場合もありますけども、本来は夢っていうのはもっと目標よりももっとねとぶっ飛んだものですね。なぜならば現在の自分からは想像もつかないようなことですね。例えばもうすごい病弱で痩せ細って、あーとかいつも寝込んでんだけど、でもね、将来の夢は宇宙飛行士になってね、漫画の宇宙兄弟みたいにね、宇宙の訓練生になってね、パイロットになるんだみたいなね、宇宙船のね、でもそんなのどうやったらいいかなんてわからないし、ね、そんなもう、ね、今にも死にそうで痩せ細っていつも病気がちでいつも寝てるような子は普通に考えたのですよ、無理じゃないですか、ね、宇宙飛行士になるなんてどうすんだよ、まあね、もしかしたらそこ宇宙飛行士になれるような年齢になる前に死ぬかもしれないじゃないかとかね、そもそもまともに働けんのかとかね、現実的に考えたら今の現状から絶対に不可能なわけですよ。だけどもそういうものを飛び越えて設定するもの、これは夢なんですね。でこれは実は非常にスピリチュアル的にも重要で、自分っていう現状の枠だけで見てたらもう人間は成長止まるんですよね、だから夢っていうのは叶えるか叶えないかをみんなすぐに、ね、議論しちゃうんだけども、叶えるか叶わないかじゃなくてあることが大事なのね。うわー、今の自分の可能性をぶっ壊して枠組みをバーンと飛び越えていく、そのエネルギーを沸かせるためには、ね、もう今の自分では途方もないと思えるような夢を持つってことが大事なのね。で、それは
叶うとか叶わない、分かんないの。それやってみないと分かんないじゃん。叶ったら、まあ、もちろん素敵だけど、叶わなくたって別にいいんだよ、本当は。叶わなくてもそういうの持ってるだけで、うわーやろうっつってね。宇宙飛行士になるって言っても、宇宙飛行士にはなれないかもしれないけど、なんか NASA に就職したとかね、わかんないけども、NASA まで行けないけども、NASA はダメだったけど、JAXA には行けたとか、わかんないけど、JAXA が NASA より下なのかどうかわかんないですけど、その辺は知らないですよ。だけども、とにかく、まあ、宇宙飛行士は無理でも、宇宙飛行船の部品を作っている会社の、ね、そこの、なんか、主任になりましたとかね、わかんないけど、そこのサラリーマンをやってますとかね、うん、になるかもしれないと。でも別にいいんですよ、別にそれはね。うん、まあ もちろん本人的にはなりたかったって思うかもしれない。残念と思うかもしれない。だけども、そこに向かっていく、うわぁ、自分はなるんだよと。ね。結果はわからない。やってみなければわからない。だけど、なるんだよという、その自分をぶっ壊してね、自分の枠組み、こういうのが自分なんだよっていう枠組み。これを自我意識と言いますけども、自我意識をぶっ壊して、ある意味ね。ぶっ壊すって言っても本当に自我崩壊する意味じゃないですよ。そういう意味じゃなくて枠組みを超えるってことです。自我の枠組みを超えて、超えた時に自分の中のある魂がわーって輝き出すから、霊界も広がり、さらに自我も大きくなるわけですね。自我ってね、別になくならないんですよね。うん、自我はなくなる。なくなったらだって自分が誰であるかも分かんなくなっちゃうわけだから、なくなったら困るわけじゃないですか。なくならないけど、自分が自分であるという定義というものを我々持っていて、それを自我意識と呼んでるわけですね。その定義を書き換えるってことですね。バーンと大きく。自分はどうせね、大したことないから、将来はなんかよくわからない、変な、へんてこな中小企業かなんかに、わかんないけどね、入って、なんか地味に、ね、こうやって低い給料もらって、なんとなく、ね、人生消化試合みたいに終わるんだよ。だね。だって、ね、こんなに頭も良くないし、体も弱いし、ね、家柄だって良くないし、財産があるわけでもないし、だからもうだい、で、他の兄弟とか見てもパッとしないしとかね、ね、親戚のおじさんとかも見ててもパッとしないし、自分の家計ってそんなもんなんだよ。ね、だからもうわかる。しょうがない。夢持たない。っていう風になると本当にそうなっていく。そうなっていくどころがもっと悲惨になっていく可能性があるね。そんな状態であったとしても、うわぁ、いや、壊すんだと。ね、ね、壊すんだというか乗り越えるんだ。自我意識を拡大するんだ。で、ボンと乗り越えたら、その分だけ自我意識もバンと拡大する。なぜならば、やれる範囲とか、知識の範囲とか、見えていく、見えているね、視野が広がるから、その分だけ自我が広がるんですね。だから、自我ってね、大きさみんな違うんですよね。うん、自我意識の大きさも、こう、ね、ちっちゃい人もいれば、大きい人もいる。だから大きい人は、常に自分っていうものを、この肉体を持った自分っていうよりは、もうなんか、自分の世界があってね、もう世界を見てるわけですよ。自分の世界の。その中にどれだけの人が住んでいるか。ね、それは親兄弟も含め、あるいは自分の付き合いの友人知人を含め、うん、もしかしたら日本国っていう単位で見てるかもしれないし、もう世界の国々とかね、アジアとかね、わかんないけど、そういう単位で見てるかもしれないし、地球全体とかね。もっとぶっ飛んでたら、もう地球ときっと地球外生命体もいるだろうから、地球と地球外生命体の、範囲とかね。わかんないけども。まあ、あんまり大きくなりすぎるともう途方もなさすぎて、あんまりこう人とね、コミュニケーションが取りにくくなるかもしれないけど。まあでも、ね、大きくなればなるほど、視野が広がれば広がるほど、ね、自我意識が広がっていくんだから、ね、そうすると何が起こるかっていうか、霊体が極大化していくの。こう霊体がわーっと。うん。なので、そういう霊体を極大化し、自我意識の壁を越えていくためにも夢は必要なわけですね。そういう意味で言うとね。だから夢と目標は違うし、また夢と妄想は違いますよ。妄想っていうのは何かっていうと、なんかこうなったらいいなぁ、うふふみたいな感じ。なんかいいなぁ、お金持ちになったらいいなぁとか言ってね、よくやるじゃないですか。宝くじ3億円当たったらなぁ。これはただの夢じゃなくて妄想ですよ。うん、妄想と夢は違いますから。妄想はまあ別にね、まあたまにね、戯れに妄想してみるのは別に楽しいですし、ね、そのたまにはいいかもしれないけども、ずっと妄想に浸ってる人っていうのは何もしない人ですから、ね、それはそれで問題はありますよ。でもそれと夢はまた違うから。夢というのは自我をぶっ壊し、乗り越え、枠組みをバーンと広げ、霊体をバーンと大きくし、で、自分の今の現状からは計り知れないような自分へと成長していくためのね、一つの、まあ、メタファーであり、一つの道具でもあるわけですよね。うん、なので、
まあ、必要だということですね。で、これを、まあ、やめなよっていう人いますよね。もういろんな人が。多いですよ、そういう人。ね。夢を壊す人、ドリームクラッシャーですよね。もう、クラッシュして。ね。そういう人います。そういう人のはどうしてそういう風にしてしまうかというと、簡単なんですね。自我意識がちっちゃいんですね。自我意識を超えようという意識がある人が非常に少ない。それはどういうことかというと、みんな独りよがりになりやすいんです。自分の見えているもの、自分が信じている価値観、ね、自分が信じている常識、これが絶対だってどっかで思っちゃってるんですね。そうするとですね、それに外れたことをするやつは非常識なやつだと感じるわけです。非常識なやつだと感じるやつは悪である、間違いである、おかしなやつであるっていうレッテルを自分の中で貼り始めるわけですね。そうすると楽なんですよ、その人にとって。おかしなやつが現れたぞと。うん、こいつはおかしいやつだと、ね、自分の、ね、価値観とか人生観に当てはまる人間はよしよしと、お前はまともだと、うん、お前常識的でいいやつだとなるんですけども、それから外れた瞬間、こいつはもうなんか変人だと、頭おかしいと、あるいは非常識だと、悪だと、反社会的だというわけです。だから、どんな論理で来るにせよ、その人の自我意識がちっちゃいと、その枠に収まりきれない人が来た場合は、何この人ってなりがちなんですね。で、そうなった時にどういうことになるかというと、自我意識としては、自我ってね、自分のこの肉体を持ったこの自分だけの定義じゃなくて、自分の中が取り巻く世界環境も含めて自我なんですね。だから、例えば人生とはどういうものかっていうことも含めて、自我意識の定義の中に入ってます。人生だとは、例えばこう楽しく生きるのが人生だよと思ってる人は楽しいことをいっぱい取り入れて、楽しくないことが来たら、あ、これ楽しくないからちょっと楽しいやめようとかね、あるいは楽しいことを楽しくなるように工夫しようとか、ね、なるわけですけど、で逆に人生とはね、悲惨なもんなんだよ、人生なんてね、みんな苦しみなんだよって思ってる人にとっては苦しいと納得するわけですね。あ、苦労してる、苦労してる。あ、今日もひどい目だったと。今日も上司に殴られたとかね。殴られたけど、なんか、その上司がパワハラを行ったことは誰も知らない。そんなもんだよ、人生。ね、力の強いやつがいくら悪いことしたってね、それはね、まかり通るんだよ。で、俺みたいないいことを してるやつの言うことなんかね、誰も聞いてくんないんで、これが人生だよという定義も、その人の自我意識の中に入ってるので、そういう日常が起こっていると、まあそうだな、そうだな、苦しい、苦しい、苦しいのが人生だ、そうそうそうと思うわけ。ところが、ハッピーそうにしてる人とかね、楽しそうにしてる人を見ると、なんだあいつら、人生とは苦しみで辛いもののはずなのに、なんであいつら楽しくしてるんだ、けしからんと思うわけです。本当ですよ、これ。けしからん。何なんだ、何をそんなに楽しんでるんだ、人生とは真面目に眉間に思いっきりしわを寄せて上杉景勝みたいな顔してね、生きていかなきゃいけないんだよと、なんでお前はそんなにニヤニヤ ふく笑いのなんかおかめかひょっとこみたいな顔してね生きてるんだと、許せん、なんだっていう人が、まあいろんなことを言ったり、ブログで、あ、なんかこんなことをやってるやつがいて夢なんか見てよ、とかね、アホやみたいなこと書いたりとか、非常識な、こういう非常識な夢をね、追いかけるやつだから、なんか社会になんかね、余ったネタなんとかを、まあ、聞き出しているとか、わかんないけどね。わかんないですよ。だからどういうこと書いてるのか知らないですけども、そういうことを言いがちなんですよ。ね。別にほっときゃいいわけなんですけど、人のことなんでね、誰である。別に人生観がどうであるか、その人の自己責任なので、別にそれについていいとか悪い言うつもりはありませんけど、でもスピリチュアル的に見たら真相はそうなんですよね。でその人の自我の大きさとか質がね、うん、もうその人の行動言動につながってるんで、だから人生はもっともっと明るくていいんだ、もっともっと可能性に満ちていいんだ、でも結果論としてはどうなるかっていうのはもうわからないし、やってみなきゃわからないっていうのが原則です。ただし可能性はあるんだ、可能性を信じてうわーってやってみる。もちろんその中でいろいろと現実的にね、まあ、あのご投稿にもありましたけども、段階を踏んでとか自分なりに戦略を練ってとかね、いろいろ工夫して知識を仕入れて、いろんな人の教えを受けて、いろいろ自分で試行錯誤していくということはもちろん必要ですよ。単純に夢だけ見てわーってビッグマウスなだけで何もしない人ってのは意味がないと思いますけど、でもまあ努力はする。で結果としてそれで、ね、言ってた通りになるかどうかわからない、言ってたのとはちょっと違うかもしれない、あるいは全く違う方向に行くかもしれない、でもいいじゃん、いいんですよ。今の自分を飛び越えるような大きなドリームを持つっていうのは非常に大事なんで、ね、それを止めようとする人は自我意識の働きにとらわれすぎてるんでね、
そこはね、ちょっとね、一つは、そういう人は多いですけど、そういう人に夢を壊されないための方法は、まずそういう人と接触しない、なるべく。そういう人のブログとか、ツイッターとかはなるべく見ない。僕もね、あんまり人のブログとか、ツイッターとかね、見ないんですよね。全然見ないわけではないんですけども、なんでかっていうと、もうネガティブなことばっかり言ってる人多いじゃないですか。なんか、この、ぐち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 。見たってしょうがないですよ、そんなの。本当、それ見るだけでもうテンションが下がってしまうんですね。うわっと。そうすると自分の、なんですかね、その、霊的なね、政府の力とか、もう霊界の政府の力とかも下がってくるし、せせこましくなってくるし、人生がなんか怖くなってくるし、ね。人間ね、もうそういう風に保守的になって、なんか周りが怖くて不安でとかってね、なってる状態が、で、パフォーマンスが発揮されるってことは一切ないんで、一切ないんですよ。人間ってのはリラックスして楽しんでわーってやってる時が一番パフォーマンスが発揮されるんです。だから、結果的にどこまでいけるかわからなくても、一番いいのは、最もパフォーマンスが発揮できる状態でい続けて、自分の好ましい方向に向かっているというのが一番大事なわけですね。ということは、パフォーマンスが下がるような考え方とか、言動をする人の近くにいると、どん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 自分のパフォーマンスが下がっていくんで、それやめた方がいいですよ。だからそういうブログがありますとかっていうのも見ない方がいいですね。一つ。何を見るかもちろんね、任意ではあります。任意であるけど、でも僕がおすすめするとしたら見ない方がいいですね。見るだけ無駄です。はい。だって、ね、なんか得したことあるんですかねっていう話じゃないですか。だからなるべくぐち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 愚痴を言う人のそばにも行かない方がいい。ね、基本的に。まあ行かざるを得ない時もあるかもしれないけど、なるべくそういう話は聞いてるふんふんって聞いてるふりをして聞き流す。ね。神道のノリトでね、面白いノリトがあって、なんだっけな、六根少女の払いっていうね、ノリトがあるんですけど、六根少女のノリト、払い、六根、少女、ごめんなさい、その正式な名前忘れましたけど、とにかく六根少女という、ね、考え方があって、六根というのは、まあ、五感プラス六感ですけども、心、意識も含めて、あとは触覚、味覚、嗅覚、なんだ、視覚、聴覚の五感を合わせて六根っていうんですけど、要するに、どんなに、例えば、ひどいものを見ても、心まで ひどくしなければいいと。そういうことが説かれているね、お経があるんです。お経というお経じゃごめんなさい。お経じゃなくて、ノリトがあるんですけどね。目にもろもろの不浄を見て、心にもろもろの不浄を見ず。耳にもろもろの不浄を聞きて、心にもろもろの不浄を聞かず。ね。鼻にもろもろの不浄を嗅ぎて、心にもろもろの不浄を嗅かずっていうね。そういうフレーズが入ってるノリトがあるんですけどね。六根少女の払いっていう、まあ、名前ちょっと違うかもしれないけど。そういうね、ノリトがあって、それはどういう意味かっていうと、どんなに汚いものを見ても、どんなに嫌なことを聞いても、どんな臭い匂いを嗅いでも、心を気かさなければいいよと。つまりどういうことか。これを単純に応用するならば、なるべく近づかない方がいいけども、愚痴る人とか、そのネガティブなことを言う人には。だけど、もしどうしてもそういう人とね、接触しなければならない。家族にそういう人がいて、いつもいつもひどいことを言ってると。ね、いつもいつも人生とはね、本当にね、ろくでもないよみたいなことを言う人、家族にいたらもう逃れられないわけですよ。そういう場合には、まあ、そうだね、って、なんとなくこう、相槌を打ってね、一応コミュニケーションは通じてるようにはするんだけども、心にはとどめないと。右から左にすると。ね、右から入った声は左に抜けていくみたいな。心にとどめないっていう、ね、これが大事だということでございますね。だそういう風にして対処していくのがいいんじゃないかなと思いますね。だから自分のね、やっぱり夢っていうのはね、妄想とは違うし、いわゆる目標とも違うと。自分の自我を超えていくためのエネルギーになる一つのメタファーだよと。結果じゃないんだよと。ね、結果はわからない。どんなことであれやってみないとわからない。それは些細なことでも同じなの。夢と言われているようなものじゃなくてもね、よし、今日はなんか昼牛丼の気分だなと。牛丼食べに行こう。そうだな。駅前に確か吉牛があったなと。吉牛食べようと思って行くわけです。普通はまあ、ね、食べに行って、食べて終わりなんですけども、行ったらたまたま定休日でしたと。ね、緊急メンテナンスで3日間お休みいただきます。ご迷惑おかけしてすいません。みたいな張り紙があって、すごい牛丼の気分で牛丼食べなくて来て、
あ、来たのに休みかーみたいなね。あるじゃないですか。ね。たかだか牛丼を食べたいから牛丼を食べに行くというね、ほとんど失敗しようのないようなね、目的であっても失敗することはあるわけで、結果があってやってみないと分からないわけですね。こういうと同じなんですね。何でもそうなんだから、何でもやってみなければ分かんないんだから、結果にとらわれたら意味がない。ね。だから夢も同じ。できなかったからといって別に他人にね、批判されることはないわけですよ。自分で最終的に責任を取るという姿勢さえあればね。うん。だから、どんどん夢を見ていいし、ね、夢はどんどん積極的に持った方がいいですよね。うん、で、それを壊すような人は、ね、自我意識強すぎるので、もうその人は自分の自我意識が飛び越えようという気はないわけ。うん。ないから。ね、ない人はいっぱいいる。残念ながらね。多かれ少なかれ。だから、いいんです。そういう人はもうしょうがないんで、ね、なるべくそういう人たちと付き合わないようにするか、付き合わざるを得ないこともあるだろうから、付き合ってる時には、まあ、ネガティブなこと言い始めたなと思ったら、はい、そうだね、うんうん、あ、世の中甘くないよね、はいはい、うん、僕はそう思わないけど、みたいな感じで、心の中では思っておけばいいと。うん。まあ、基本は、触れない。これが一番かなと思います。まあ、そんな感じでですね、うん、まあ、いろんな人いますよ。いい人の、なんか、海外留学行こうと言うと、やめなよ。ね。別に、留学しなくても生きていけるじゃん、とか。英語なんてさ、ね、今時、Google で翻訳すればいいんだから、留学してまで学ぶ必要ないんじゃないとかね。なんか、ちょっと、なんかこう、まっともらしいこと言ったりとかね。うん、別にいいじゃん。留学してなんか変わるかもしれないという、さ、ことを否定する必要ないんだけど、なんか言いすってみたいに。ちょっと心配してる風な感じでね。いやー、でも海外は危ないぞーとか、ね、日本みたいに安全治安良くないからね、とかね。うん。親切のつもりで言ってる風なんだけど、その奥の奥はね、自我意識の働きで言ってたりするんでね。うん。起業しようとする人に、いや、お前、甘くないぞ。世の中で起業でしてな、潰れてる会社は年間、なんか3000社ぐらいあるんだぞとかね。わかんないけど、なんか統計データ出してきて。ね、お前はその3000社の中に入らずに生き残れると言うのかみたいなね。お前は甘いんじゃないのかとか、ね。そうかもしれないけどさ、やってみてさ、失敗してまた再チャレンジできるように工夫したらいいだけの話なんだから、どんどんやったらいいと思うんですよ。やりたければね。だけど、もっともらしい顔して、上杉景勝みたいに眉間にしようよって、俺はお前の親友として、ね。そんな危険な賭けをするのは先生できないなとかね、もっともらしくいい人風に言うんだけども、でもよく考えたらね、心の奥ではいや、こいつが起業とか何言ってんのみたいな、俺と一緒に、アフターファイブは一緒に飲みに行くっていうのが、ね、この人生観で世界観じゃないかと。そしたらお前が起業なんかして忙しくなったら俺のアフターファイブはどうなるのアフターファイブっていう言葉もなんか死語ですけど、まあ、そういう風なね、自我意識の気持ちがあるんですけど、それは言わずにね、いや、俺はお前の親友だから言うんだかな、お前はそんなことして起業して失敗したら傷つくぞと、俺はお前のそんな傷ついてね、プライドを引き裂かれた、ね、落ち込んでる姿を見たくないとか言ってね言う同僚とかね、うん、甘くないぞとか言うと、まあそういう人とはあまり付き合わない方がいいかなと僕は思いますけど、まあまあそれはね、人それぞれの人間関係あると思うんで、一概には言えませんけども。まあそんな感じでお話をさせていただきました。何かのね、ご参考になったら嬉しく思います。ということで、今回もシゴスピラジオを聞きいただきまして、ありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回にシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。